私は、どうしちゃったの？グレーシュ、早く起きないと、美味しいものも全部誰も食べられちゃうよ。グレーシュも我と一緒に漫画が読みたいか？よかったぞよ。読みながらおしゃべりするのが大好きぞよ。ナイトさん、ありがとう。まだ読みたければ今度。その、まだ時間はたくさんあるから。これは、何？グレーシュ、一体どうしたんですか？グレーシュ、お箸が上手ですね。あれ？まさか、今日我らに見せるために、一晩こっそり練習したのか？ソチがいないと今年の鬼ごっこはできぬぞ。ソチ、探偵なのか？来るのが早すぎるぞよ。まだ10ページくらいしか読んでおらぬぞよ。ごめん、勘が当たったかも。グレーシュ、グレーシュ。ナイトさん、そこにいるの？今日、グレーシュは楽しかったか？楽しかったよ。まるで、綿あめの上に歩いてるみたいで、甘かった。明日も、今日と同じくらい、楽しく過ごせるといいな。グレーシュ、やっと目を覚ましてくれたのか。ナイトさん、おはよう。グレーシュ、今はこんにちはが正しい。そんなに長く眠ってたの？ああ、君は随分眠っていた。少し怖くなるくらいにな。ごめん、もうしないよ。今回は久しぶりによく眠れたから、つい寝坊しちゃったの。やはりそうだったのか。私をなだめるために、スー殿が嘘をついたのかと思っていたよ。スーおじさんは、そんなことをしないよ。ナイトさんこそ、自分に厳しすぎると思う。そうかもしれないな。ああ、私の話はいい。グレーシュこそ、調子はどうだ？私？うん、いい感じだよ。今夜には最後の原画が出来上がるかもしれない。子供は夜更かししちゃダメだ。分かってるよ、ナイトさん。でもグレーシュはもう子供じゃないよ。ナイトさんが私に言えなかった真実を少し思い出したよ。ナイトさんが覚えてる今日ほど多くはないけど、今回は一緒に頑張りたい。
女さん、こういう時はもっと喜ぶべきだよ。それにもう半分くらいは成功してるの。今まで私が離れたいと考えるたびに、この日はみんなとの別れを許してくれなかった。強制的に全てを中断させて、私をスタートに戻してた。でも今は、なぜかわからないけど、そうなってない。だから、今回は滅多にないチャンスだよね。ああ。じゃあ、私にやらせて。私は、ついていかなくてもいいのか？うん。私も、たまには勇気を出さなきゃ。グレッシュ、どうでしたか？ちゃんと眠れましたか？多分今まで一番よく眠れたと思う。グレッシュがあまりにも起きなかったから、ナイトさんがすごく心配していましたよ。ちなみに私も帰った時に服が破れていたので、ジョカさんからこっぴどく説教されました。とにかく自分のことに関して私たちはもっと気を配らないといけませんね。周りに心配をかけるわけにはいきませんから。うん、わかった。ところで、フワお姉ちゃん、一つ質問してもいい？はい、もちろんです。じゃあ、聞くね。休眠装置で眠るときに、私はいつもフワお姉ちゃんからもらった曲牌を持ってるんだけど、どうしてだと思う？それは、旅の無事を祈るお守りみたいなものだからでしょうか。半分正解だよ。あ、じゃあ玉牌があるとホッとするからですか？昔グレーシュはみんなからもらったプレゼントをベッドに置いて自分だけの空間を作っていましたけど、そんな感覚ですか？うん、でも一番大事な理由は当てられなかったね。玉牌を持ってるのは、フワお姉ちゃんと同じように、いつも暖かいからなの。休眠に入っても、そのぬくもりが私に教え続けてくれるんだ。私が、夢の中にいるって。でも今は、ここが私の作った夢だって気づいてても、玉牌の温度を感じられずにいるの。つまり、外では何か大変なことが起きてるのかもしれない。そうなるとここの全てはグレーシュの夢で、私もその中にいるフアなんですね。やはりそうでしたか。ごめんね、フアお姉ちゃん。どうして謝るんですか？その私に真相を教えるべきではないと思ったからですか？ううん、むしろもっともっと早くフワお姉ちゃんに伝えるべきだったと思う。そうすればフワお姉ちゃんだってずっとここで同じ日を繰り返さなくて済むんだから。それは間違っていますよ、グレーシュ。何度聞かれても私の答えは変わらないと思います。グレーシュたちと一緒にいる時間はとても楽しくてリラックスできます。私もだよ、フワお姉ちゃん。次はジョカお姉ちゃんの番。でもわざわざ行かなくてもジョカお姉ちゃんの方から来てくれるかも。
チョコお姉ちゃん、ウキお姉ちゃん、クレッシュ、クレッシュ、今回は我が悪かったぞよ。一気にたくさんの絵を頼むべきではなかったぞよ。原画をすごくすごく楽しみにしておるが、今日みたいなことは二度と起きてほしくないぞよ。グレーシュ、この件でジョカは半日も自分を責めていたぞ。幸いにもソチは本当に疲労であれほど眠っていたのだ。でなければ今日夜更かしをするのは別の人間になってしまうぞ。ごめん、みんなに心配をかけたね。そう言うでない、ソチが無事で何よりぞよ。でもその様子では他に言いたいことがあるようだが。それはソチのこれからの予定と関係があるのか。うん、お姉ちゃんたち正解だよ。私はナイトさんと一緒にここから離れる。だってここは私の夢だから。姉上はどう思う？グレイシュは嘘をつかぬ。というよりグレイシュがそう口にした時、我はほっとしたぞ。ウッキお姉ちゃん。しかしここが夢だと気づいた以上、もう少ししたら想像で生まれた我らはソチの記憶に溶け込むと思うぞ。だがその前に、無境の外の我はすでに答えを得ているかもしれぬが、今の我はまだ何も知らぬ。ジョカ、ソチにとって神話創作には一体何の意味があるのだ？もっと大事なことかと思ったぞよ。姉上はそれが聞きたかったのか？大事なことではないからこそ今まで聞かずにいたぞ。わかったぞよ。姉上がそんなに真剣に聞いてくれているから我も適当に答えぬぞよ。姉上、我らは普通の人間ぞよ。新たな文明が誕生したばかりの今、100歳まで生きること自体が奇跡ぞよ。その100年間は文明にとって大したものではないが、我ら自身にとっては十分長いものぞよ。姉上も知っていると思うが、我は不安のように責任感が強いわけではないぞよ。過去も未来も我の生活に影響を与えさせるつもりはないぞよ。選べるのならきっと我は最後まで物質的な見返りもなく意志と信念のみで進む仕事など受け入れぬと思うぞよ。一応聞いておくが、姉上ならどうする？選べるなら誰も受け入れぬぞ。だからそのことに気づいた時、ある考えが生まれたぞよ。貫くことがそれほど難しいなら、みんなが楽しく最後まで貫くことができる環境を作らねば。それゆえ我はあらゆる未来人の意志を変え、かつての我らのことを全て伝承してもらうぞよ。先行者たちの努力がみんなに褒めたたえられるだけでなく、遥かな未来で彼らの手で我の気に入ったものを作ってもらうぞよ。フィギュア、漫画、小説、それにゲームも文明の中で永遠に存在し不朽の名作になってもらうぞよ。それは我にとっての創造の起点であり、我にとっての先行者の意味でもあるぞよ。自分勝手ぞ。だが悪くないぞ。当然ぞよ。3000年4000年5000年後も我の神話はつけられた印のようにこの大地に存在する。そしていつかいつか展開は幻想ではなく蓄実も不可能ではないと彼らは知ることになるぞよ。彼らがよりうまくできるかどうかについてはその時のグレイシュにもう一枚絵を描いてもらい我らに教えてもらうぞ。ふん。次はケビンおじさんとスーおじさん。グレーシュ、久しぶりだな。久しぶり、
ケビン王子さん、スー王子さん。会ったばかりなのに、また別れを告げるだなんて思わなかったよ。スー王子さん、それは、おじさんの力なの？力とは関係ないよ。君の眼差しが、僕に教えてくれたから、何の迷いもなく、未来への憧れに満ちている。去年、君が僕たちの居住地を出て、一人で旅をすると決めた時と同じだ。あの頃、面倒を見てくれたスーおじさんとケビンおじさんには、本当に感謝してるよ。もちろん、今も。面倒だなんて、それほどのことじゃない。何しろ、簡単な部屋や、それほど長くなかった時間。そして次から次へとやってくる旧友の結末以外、僕たちは君に、グレーシュに何も残せなかった。ケビンおじさん、事実、あのうららかな午後、過去によって作られた魂の影から抜け出したのは君自身だ。まだ未知なる新世界に溶け込めず、未来がどうなるかわからなくても、君はもう悲しみと苦しみで歩みを止めなくていい。一瞬の楽しさのために玄武にとどまることもないんだ。確かにこれは僕の力の範疇だけどね。でも玄武だとしても、その主に心がある限り、虚実をつなぐ糸がたやすく切れることはないよ。あ、それは、ずっとここにある。最後は、私たちだけだね、ナイトさん。私とナイトさんに任せて。ナイトさん、ただいま。おかえり、グレッシュ。別れは順調か？順調だった。みんな、もう消えたよ。それはまた、かつてない状況だ。まだ始まったばかりかもしれないよ。ナイトさん、私たちが一体どうやってこの日を迎えたか、覚えてる？覚えているよ。箱舟が寄港した後、私たちは1ヶ月ほど、ケビン殿やスー殿と暮らした。その後、1年ほど旅行をした私たちは、信州を通った時に偶然復帰殿やジョカ殿と遭遇した。そして2人に招かれ、退去山でしばらく暮らしていた。その間に何かがあって、そのせいで私たちは逃げられない今日に捕らえられたはずだ。でもそれは真相じゃないよ。みんなと別れを告げた後、今日に関することをいっぱい思い出したの。おかげで、何が今日を作ったのか、理解できたよ。現実にいるグレーシュは、大巨山を出る前から、未来の方向を決めてたの。そして、大巨山を出た後に、ちゃんと自分の言葉を実現した。彼女は、箱舟計画を再開させると決めたのか？うん。その後、グレーシュは再び修復された箱舟に乗って、新たなルートに沿って航行を開始した。でもそこから時が経ったとある日に、
ある強い力が箱舟を捕獲して彼女を休眠装置に閉じ込めたの。彼女が大事にしてた玉杯もその時にどこかに落ちて行方がわからなくなっちゃった。彼女には私がいるけど、この船では最初から彼女一人しかいない。彼女の意識が少しずつ暗闇に沈んだ時、普段は色が最も薄い私は初めて精神の実体を持つようになった。でも私は全然嬉しくなかった。だって私は彼女の孤独と不安だから。私が完全になればなるほど、かえってグレイシーを表すことができなくなる。彼女を守るために、私は彼女からもらったあらゆる色で、暗闇の侵食を防いだの。さらに、普段無意識に私に渡していた他の色を使って、彼女が一番気に入った火を作った。そうすると、私は本来の色を失って、すべてを忘れてしまうって、分かってた。だから、最後の最後に、予想外のアクシデントを防ぐための終策を残した。ただ、この色たちが、私の創作の本心をねじ曲げるだなんて、思わなかった。もちろん、色たちに未知の成分があったのかもしれないけど、それは勝手に好きの分量を曖昧にして、そして一日に永遠というフィルターをつけた。その後のことはあなたの知ってる通りだよ、本物のグレイシュ。何を言っているんだ。私は君が作ったナイト、そうではなかったのか。あなたは紺に近い色を使って自分にナイトの殻を作っただけだよ。というより私たちが一つになれなかったからこういうことになったの。とはいえ私も本物の紺の話し方を知らない。あの頃のあなたはまだ小さくて、今のように豊かな色を持ってなかったから。でも今のグレイシュの話し方なら知ってる。だって一番あなたを知ってるのは箱舟が出航してからずっとそばにいた私だもの。あなたは私の灰色？マービン、やっと思い出してくれたの。でも私が全ての色を回収するまでは純白って呼んで。だって今の私は灰色よりもずっと積極的だから。それにより一層昔のあなたに似てる。わかった、純白。あなたの言う通りだと思う。長い旅の経験があったとしても、絶対的な力の前で、最後の瞬間に、私は、無意識にお父さんとお母さんの名前を呼んで、その後ろに隠れようとした。この分厚い鎧が、私の恐怖を弱めてくれたのかもしれないけど、自分自身に対する認識と記憶も一緒に薄くした。そして最初の今日にナイトになったグレイシュは純白のマービンと出会った。でもそれはあなたのせいじゃない。私たちが感じたあの力、それこそが犯人だよ。あ、誤解してるよ。今でも元凶のあの日が一番楽しかった日だと思ってる。
その楽しさは何度も繰り返されるとどんどん薄くなっていくけど、かつての私は知ってる真相を口にしてあなたたちの助けを求めたり、あなたを連れて大巨山を出ようとしたけど、結果的に何も変わらなかった。私が真相を口にしても大巨山を出ても、次の瞬間あの力はすぐに全てをリセットしたの。そしてさらに悪いことに、私がいろいろチャレンジすると、あなたは新たな日に理由もなく気絶して、どんなに呼んでも目を覚ましてくれなかった。今日みたいにでしょ。うん、そんなことがあって、それもループによる副作用なら強引に抗うわけにはいかないって気づいたの。だから私はループから独立して記憶をキープできるっていう特性を利用して、ここから出なきゃって思わせるようにした。もしあなたがここから出たいと思ったら、ループも自然と終わるかもしれないって思ったの。残念だけどその試みも成功しなかった。でもあることを確信できたの。私たちがループを終わらせられないなら、あの力は今日の外だけに存在するって。それは何かの装置かもしれないし、何かの能力なのかもしれない。今日の外に存在するから私たちはなすすべがないけど、今日の外に存在するからこそ、相手が何であろうと今日を永遠に今日にするなんてありえない。私たちが完全に諦めたら、むしろ相手の思うツボだから、たとえ誰も真相を知らなくても、手伝ってくれる人がいなくても、ここまで頑張れたのはある推測でしかなかったとしても、どの今日もあなたは痕跡を残さずに私を導こうとした。そういう穏やかなやり方で変化が現れるタイミングを待ってた。うん、あなたが思ったように強くはないよ。ほら、一度は自分が現実には存在しないナイトさんだと思い込んじゃったから。遠い昔にもあなたを導かずに溜まり込んだことがあった。初めての今日を体験するように、友達と一緒にいる時の楽しさを満喫した方がいいんじゃないかって思ったの。でもできなかった。ついあなたを心配して私たちの未来のことを考えてしまったの。そして鎧の下に隠した悩みもあなたに見透かされた。私が楽しくないからあなたも楽しくないって、そう言ってくれた。だから本物の楽しさを体験してもらうためにもう少し頑張ってみようと思ったの。うん、そうだね。ケビンおじさんたちのところを出た時にもそういう気持ちがあったんだよね。あの日日差しが心地よかったから外に行ってみるべきだってあなたはふとそう思った。だからあなたは世界旅行を始めた。いい天気だし、私たちもそろそろ目を覚ますべきだよ。今回も失敗するかもしれないのに。うん、失敗しても私が一緒にいるから、私たちが本物の太陽を目にするまで。
当に長い夢だったね。まずは今の時間を確認してみよう。確かコンソールはあっちにあったような気が。え？足音。グレッシュ。あ、ふわ。お姉ちゃん。無事だったんですね。よかった。本当によかった。うん。私は大丈夫だよ。ふわお姉ちゃん。少し力が出ないけど。それ以外は全然問題ないよ。それと、久しぶり。そうですね。お久しぶりです。休眠装置が止まったのは、ふわお姉ちゃんがエネルギー供給システムとの接続を切ったからなんだ。そして、影にいる敵は休眠装置自体に再興した。ええ。でも私がいなくても、もう少し待てばエネルギー供給システムの稼働はループでの消耗によって停止していたと思います。私はそのゴールを少し前に移動させただけです。逆に言うと、グレーシュが希望を諦めていたら、私がどう頑張ってもきっと何も変わらなかったでしょう。マービンのおかげだね。マービンが最初にこの日を作ってくれなかったら、きっと私の精神はとっくに暗闇に飲み込まれてたと思う。まるで博物館の隅っこにある誰も見ようとしない絵のように。マービンですか？最初グレーシュが箱舟の補給機関に新しく知り合った友達、つまりアシスタントロボットのような存在かと思っていました。でもシステムがマービンに関する絵を一つずつ見せたとき、ようやく気づいたんです。グレーシュが描き出す孤独にこんなにも違う姿があること。星々の間でかくれんぼする灰色の小鳥だったり、枯れそうな花だったり、舞い踊る絵筆だったり、丸い形をしたロボットだったりして、そして何よりもグレーシュだったんです。うん。マービンは私以外の人とは話せないけど、その言葉をふわお姉ちゃんに伝えることができる。グレーシュを見つけてくれてありがとう。そして私を見つけてくれてありがとうって言ってるよ。そこまでかしこまらなくても大丈夫ですよ。わかった。でもふわお姉ちゃん、いろいろ話したけど本題に入ろう。ええ、今明らかにしなければならないことはまだたくさんあります。ふわお姉ちゃんはどうして自分がここにいるかわかる？その口ぶりは答えを知っているんですね。うん。ふわお姉ちゃんはすでに理由について初歩的な判断をしてるけど、一つ補足しておきたいの。今のふわお姉ちゃんは完全じゃないよ。ふわお姉ちゃんの色には半透明のテクスチャーがあって、私がよく知ってるもう一つの色に憑依してるの。あ、色で表現しないなら、今のふわお姉ちゃんは誰かに投影って形でここに送られてきたんだと思う。実体じゃなくて自身の影を使ってここで調査してるの。グレーシュ、その観察はあなたの能力によるものですか？うん。ループにいるフワお姉ちゃんが言ってたよ。人の色に染まるということは、その相手自身ですらなかなか気づけない本質を見抜くって。
言おうとしてたのにずっと言えなかった言葉を口にされるなんて。でも今のグレーシュに本質を見抜く力があるなら、この箱舟に崩壊に関する色は存在していますか？フワお姉ちゃんも知ってるように、箱舟で唯一崩壊エネルギーと深い関係があるエンジンは行方不明になってる。じゃあ視点を変えて、この啓明、あるいは固有世界のどこかにあるこの星ならどうですか？墜落する前に箱舟が方向を大きく変更してなかったら、今の私たちは太陽系の果てにいると思う。質問。箱舟が今いる星はどこ？箱舟が墜落した後に生成された最後の記録によると、太陽から約4500天文単位、おおむね海王星から太陽の距離の150倍の位置にいます。この星は太陽からかなり距離がありますが、不思議なことに十分な光資源と水資源、そして2つの天然衛星があり、崩壊が爆発した痕跡もありません。システムの総合評価によると、種まきに適しています。太陽からそんなに離れているなら光や熱が届かないはずなのに。待って、太陽？グレーシュ、ここの町の代理人は私にある作品を見せてくれたんです。あれが世界の起源の創世神話だと説明されました。その絵には妙な光があったんです。当時の私は特に気にせず、特別な鉱石だと思っていました。地球にとって日差しが重要であるように、町の代理人が私を博物館に入れていいかという話し合いをする前に、ここの空を観察したんです。そこには太陽のような発光体はなく、あるのは果てしない明るさでした。太陽系の果てでそんなことができるなんて、すごく不思議だね。自然現象の不思議ならまだ崩壊エネルギーで説明できますが、それと異なる矛盾がありました。その創世神話にも巷の噂話にも、太陽や火に関する抽象的な概念が存在するんです。つまり最初にその概念を広めた人は本物の太陽を見たことがあって、文明に対する太陽の重要性を理解しているんです。今の推測を、箱舟を捕獲する行為やグレーシュを眠らせ勝手に種まきをした犯人の行動に加えたら、それってその概念を広めた人と私や箱舟を攻撃した人が同じ存在かもしれないってこと？その通りです。それに可能性は低いですが、その人物が今箱舟に隠れていることも否定できません。質問。今箱舟の内部にいる人は何人？二人です。パイロットとフワです。はあ、よかった。イエローさんとインディゴさんはここにいない。つまり何年も失踪してたグレーシュを見つけたとはいえ、啓明の異変に関する根本的な原因には触れられていないということになる。それにグレーシュの投影の説によると、むしろ私は自分の容疑を完全に晴らすことができない。何せ時間的に見ると異変は私が啓明に来た後に発生している。そして和光君とオレンジさんもそう推測したかもしれないのに、私を信頼してくれた。フワお姉ちゃん、外の音を聞いた？行ってみましょう。外にいる和光君たちが少し心配です。どうして？グレーシュ、ここは私に任せて、あの子たちを安全な場所に連れて行ってください。フワお姉ちゃんも気をつけて。
グレイシュの言う通り、私は本当に投影という形で存在しているみたい。でも他の怪物と対峙しているときはどうしてこうならないのでしょう。皆さん無事ですか？フカさん、私たちは大丈夫だよ。フカさん、こちらがグレイシュさんなの？ええ、箱舟の中で彼女を見つけました。じゃあインディゴとイエローは？ごめん、確認したんだけど箱舟の中には私とフア、フカお姉ちゃんしかいなかった。二人はさっきの怪物にさらわれたりしていないかな？うん。皆さん、落ち着いてください。大事な話があります。実は、私とリツ姉さんは嘘をつきました。博物館で収穫が何もなかったわけではないんです。むしろたくさん、想像していなかった情報が手に入りました。すまない。この件を伝えなかったのは、部外者に対して警戒していたのと、みんなをこれ以上不安にさせたくなかったからだ。しかし今、後先を考えすぎるとかえって事態を悪化させてしまうだろう。みんなは展示ケースの中にいた人間を覚えているだろうか？物語が進むにつれ、この事件もようやく読者が最も期待する場面を迎えたようだ。そして今、我々のスマートな探偵も記憶の奥に潜んだ影を思い出した。彼女は目を見開いて愕然としながら相手の名前を口にする。まるで今のよ。